杉田生から1934年3月6日は、戦前日本の開業医。幼少期を沼津で過ごし、上京して医学を治め、神戸、丹後、沖島、森岡で病院院長を歴任し、横浜、大森に委員を構えた。号は、あがりえ、みね周囲生、売書、沖縄。杉田玄白四世孫。現氏元年5月27日江戸浜町。 山伏井戸に、杉田玄丹の逸尾として生まれた。幼名は、鶴五郎。明治元年10月、徳川宗家の天保に従い、両親、兄、杉田武と共に、沼津八万町、八木下智之旧宅に移った。明治2年沼津で、親戚、杉田蓮京が病没すると、祖父の命でその後を継いだ。父に、三事業、大東家、大学、公共。 論語で、漢学、ウィルソンリーダー、ミッチェル・チリ書で、英学、母に習字を学んだ。明治4年沼津平学校附属小学校に入学し、グッドマンに、ウェブスタースペリングで英語を学んだ。1873年末両親、弟、杉田六三と上京して、三田二丁目の兄部宅に住み、1874年春、麻布長坂町二番地に移った。 海軍親とい教師フェントン夫人に英語を学んだ後、商法講習所、ウィリアム・コグスワル、ホイットニー宅に住み込み、夫人に英語を学び、娘、クララ・ホイットニーと親しくした。1878年医学を治めるため、ドイツ語学校に入学し、東京外国語学校に転じ、1885年廃校により、大学予備門に編入した。 1888年第一高等中学校を卒業して帝国大学医科大学に進み、1891年佐藤三吉、ユリウススクリバの引率で農美地震被災者を救護した。1892年11月卒業し、医学士となった。杉田生、杉田生1893年2月神戸市に移り、病気の兄、 杉田武氏に代わり坂本村杉田病院院児となった。1894年明治生命保健震災。1896年京都府峰山町に開設された短州病院に院長として招かれ、沖東西郷三好病院長、岩手県森岡病院長を歴任し、1902年同地に東北病院を設立した。 1904年8月子供の教育のため森岡を離れ、8月横浜市正子町を2丁目16番地に開業し、1906年設立された横浜生命保険の委員長となった。1920年3月から1921年12月まで横浜市市会長を務めたほか、日本赤十字社看護婦養成委員長、市販学校行為も務めた。 1923年関東大震災で、横浜の自宅県病院が全開し、東京府入新井町、新井宿線150番地で、杉退院を再開した。1934年3月6日自宅で死去した。墓所は、芝草加江官院。草壁明確に、書道、棚橋綾子に和歌を学び、絵画、上曲も良くした。ありがとうございます。